では、転倒を防ぐトレーニング実践編を行いたいと思います。最初に筋力アップトレーニングを行います。仰向けに寝て足首を上げての足上げを行います。1回5ないし10秒を10回程度左右行います。で、この時に足首がまっすぐ上がるような形で上げます。はい、次に腹筋のトレーニングです。手を頭の後ろに置いてへそを見るように行います。ゆっくりとへそを見るような、はい、そうです。はい、次に横向きでの足上げです。上の足をゆっくり上げていきます。3ないし5秒、最悪も各10回程度行います。はい、次にうつ伏せで足上げを行います。お腹のところ、胸のあたりにタオルを敷いて行います。で、ゆっくり足を一直線に上に上げます。膝を伸ばした形で行います。はい、で、左右とも5回ないし10回程度行います。次に両足でつま先立ちを行います。壁や椅子の支えで行います。両足の膝を軽く曲げてつま先立ちになります。1回3ないし10秒、5回から10回程度行います。この時、アキレス腱をよくストレッチングしてから行います。次にバランストレーニングを行います。まず前方への重心移動として壁のそばで行います。足の幅を肩幅程度にして、足の位置は固定して、膝はできるだけ曲げないで、その状態から体全体で手を伸ばして前へできるだけ傾けます。最大に傾けたところで5秒ぐらい保って5ないし10回行います。はい、後方への重心移動、これも壁のそばで行います。足の幅も同じように肩幅程度にして、足の位置を固定して、膝をできるだけ曲げない、この状態で体全体で手を伸ばして後ろへできるだけ傾けます。最大5秒ぐらい保って5ないし10回程度行います。はい、次に左右への重心移動、これも壁のそばで行います。同じように足の幅を肩幅程度にして、足の位置を固定して、膝はできるだけ曲げない、それでこの状態で体全体で手を伸ばして右また左へできるだけ傾けます。この場合、左右とも最大傾けの位置を5秒ぐらい保ちます。5ないし10回程度行ってください。次に椅子からの立ち上がり、歩いてまた座る練習をします。まずは壁越しに椅子を置いて、立ち上がって目標となる椅子まで歩いて戻ってきます。この時、少し早歩きで戻ってきます。では立ってみてください。はい、歩いて、できるだけ早歩きで歩いて、ぶつからないように気をつけて戻ってきます。これを5回程度行います。次に注意点をお話しします。週に3回以上は実施してください。1日にトレーニングを全て行わなくて結構です。1日で午前午後で分けても構いません。各トレーニングの回数はあくまで目安ですので、翌日に筋肉痛や疲れが残らないような形で自分で回数を調節してください。無理をしないで自分のペースで実施してください。先ほどのように壁のそばや椅子のそばに、よって転倒しても怪我しないようにマット上などで実施してください。クッションや座布団の上で立位トレーニングをするときは、必ず壁や椅子などの支えのあるところで行ってください。